まずは当選確実を受けて今のお気持ちいかがでしょうか。いや本当にありがとうございました。18日間という大変長い選挙戦、また猛暑の日もあり大雨の日もありました。そんな中、県内42市町村お一人お一人の皆様方のおかげで戦えた、そして勝利をつかめた選挙だったと思います。本当に皆さんありがとうございました。今回の選挙戦を振り返っていただけますか。はい、そうですね、ウクライナの情勢、そしてまたその影響でさまざまなものの値段が上がっている、また引き続きコロナとの戦いも続いている、そしてまた毎年のように起こる災害、このような待ったなしの課題に、それぞれの候補者、それぞれの政党が皆さん方にお答えを示し、そして私自身はこの参議院選挙、今回の選挙でお約束をすること、それがどの候補者、どの政党が本当に実現をしてくれるのか、それを選んでもらう戦いだと思っております。そういう意味では、今回、このような当選を与えていただいたからには、お約束をしたこと、一つ一つ必ず形にしていく、こういうことを心がけて、6年間、務めたいと思っております。それでは3期目へ向けて抱負をお願いします。私自身岐阜県に生まれ岐阜県で育てていただいた参議院議員だと思っています。そういう意味では今回の選挙でも県民の皆様方から大きなお力をいただきました。これに対するご恩返しはしっかりと仕事をさせていただくこと、今コロナにしろ、そしてまたウクライナの情勢にしろ、今回の選挙各地回らせていただいて、先が見えない、そのことに対する大きな不安と、そしてまた不満があるということ、肌身を持って感じてまいりました。そのような課題に対して、一つ一つ必ず結果を残していく、これを肝に銘じて頑張っていきたいと思いますので、どうか変わらぬご指導賜りますようにお願いを申し上げます。本当にありがとうございました。